続いては人間のくせに、日々の妬みそねみ歪みを間密度っぽくして表現してもらうコーナーです。いきましょう。ブチラジネーム竜王、うん、どこでもドアがあったらどうするかって、そりゃ上司を無人島に移動させた後すぐドア閉めるよね。人間のくせに。それはいいな。いいね。どこでもドア史上初じゃない、攻撃に使うの。 あれでもいつも怖いと思っとったわ。いいよ。怖ない？しまわれたらヒューって消えていくか。まあまあね。わーってなるから。なるよなあれ。消えた。わーって思って。俺絶対あのドアになんか挟んどくもん。まあその方が絶対いいですよ、うん、ちょっとじゃあなんかあげますか、人間のくせにのあのあれ。どこでもドアに竜王にじゃあ手ぬぐいあげましょう。手ぬぐい？手ぬぐいってあったっけ？ありますよね。あるかな。もうそれでいいか、その後ろの。まあまあ手ぬぐい多分1個は目の前にあるんで、じゃあ手ぬぐいを、手ぬぐいか T シャツを。そんな番組あるか。あるやつを、手ぬぐいか T シャツの残ってるを全然違う送りますんで、あの楽しみにしておいてくださいね。あるかどうかもわからん。あります、あります、きっとあります。どんぶりすぎるだろ。発想を持ってね、返させていただきますんでね。何が届くかは。